こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、アマゾンアカウント削除の恐怖、コロナウイルスの影響で中央に代理店の素朴な仕事とは、失敗したくない方はぜひ見てくださいというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、まあ、こういった、ね、状況がありました。ぜひね、まあ、紹介させていただきます。はい、まずこちらですね。これですね、アマゾンから実際に送られてきたね、メールですね。はい。で、これ調査報告書ときてびっくりしたんですけど、まあ、商品ね、不具合があると。あるっていうことね、可能性があるって連絡がありました。で、ちょっとよく見てみたんですけど、まあ、これですね。まあ、こう、配信番号とタイトルで、まあ、いろいろですね、こういった状況ってあったんで、で、私はですね、Amazon やってるんですけど、もう数年やってるんですけど、これないです、一回も。正直。これが来た時点で なぜ来たか分からなかったんですけど、これですね、購入者の方が商品がですね、まあ、ある分が足りないとっていうことに連絡あったんですよね。で、Amazon 直接電話し聞いてみて、いろいろ話してみたんですけど、やっぱ実際ないとってことで、で、まあ、その時にですね、Amazon の、テクノカルサポートの方に、まあ、私はこれ扱ってないと。で、外注ですね、中国による外注に頼んだってことで言ったんですけど、実際ですね、これ全く私は関与してないので、中国輸入の代理店の方で、適当にですね、仕事をして適当にシール貼って適当に送るって感じなんで、確認ですね、全くしてないんですよ、これ。はい。で、代理店がですね、良くないと、実際こういうことになります、もう。で、今回ですね、文章も来て全部返して、まあこれ問題で解決して、特になくなったんで、良かったんですけど、一回ですね、入れた商品全部確認するってことで連絡しておきました。テクノサポートに。はい。で、これですね、本当にですね、まあ、これ Amazon も別に私自分も悪くないんですけど、中央輸入の代理店でしっかりしたところを選ばないと、もうこういったの来ますね。本当に。もう普通に中国人の人って商品間違えるんで、だからぜひね、中央輸入やる方って、いい商品ではね、単発やらないと、もうこういった風にですね、もう調査報告書とかね、もうこれいらないもんですよね。うちら、私らは関係ないです。関係なく来て、アカウント削除の対象になったら本当怖いんで、ぜひね、数年かけて育てたね、アカウントを守るために、ぜひね、代理店もね、しっかり選んで、商品を輸入していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げる、マルヒマニュアル、プレゼンします、日経のスタンプ、お願いします。あと、YouTube から質問に受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。